聖マルコ、または聖マルコの奇跡は、イタリアのルネサンス期ベネツィア派の画家ティントレットによる1548年制作の絵画である。現在、ベネツィアのアカデミア美術館に所蔵されている。本来、ベネツィア市内の友愛会である聖マルコ同心会のために依頼された。絵画は、ヤコブスデブ・オラギネの黄金伝説から、ベネツィアの守護聖人、 聖マルコの生涯のエピソードを描いている。画面の上部には聖マルコの遺物を崇拝したために殉教しようとしている奴隷を救うために聖マルコが介入しようとしているところが表されている。すべての人物は建築的な構図の中に取り込まれている。ティントレット芸術への様々な影響が絵画中に見出される。人体表現はミケランジェロ的であるが、 鮮やかで強烈な色彩はベネツィア派に典型的なものである。作品は全体として東方風の雰囲気を有している。光源は前方、聖マルコの五項、そして後方の三箇所に設定されている。中央やや左寄りの赤いターバンを巻いたトルコ人の隣にいる髭を生やした男はティントレットの自画像であるのかもしれない。ティントレット、ザ・ミラクル・オブ・ザ・スレーブ。 スマートヒストリーアットカーンアカデミー2014年10月10日閲覧ありがとうございます。